う死にませんでした。発言ターンに入ります。12番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能です。がっかりです。<laughs> ってことでね、霊能です。十三村の霊能ってあれですよね。多分釣り切られるんですよね。三、う、馬、んうん、さ,さん霊能、対抗ね。<laughs> まあどっちしろ釣り切りでしょう <laughs>。ってことで <laughs>。 残念ですねってところさすがに新規目打ちってしないんですよね、UFO ム村って。よくグレーから行くっていう人いるんですけど、多分例の釣り切る間に占いが占ってって、グレー攻めするんだと思うんで、うん、かなり残念ですね。<laughs> ちょっと、うん どっちなのかなちょっと教えてください。逆に教えてください。私は多分釣り切られる、例の釣り切りで釣り切られるのかなと思って今話ししちゃってます。以上です。いや、強靭っぽいね。はい、お願いします。12番さん、例の、で、3番さんがチャットで対抗ということで。 そうですね。進行として、僕、できるだけ役の人には、あの人数も多いし、仕事してもらいたいって思ってるんですけど、だからグレーの方がいいかなって思ってて、まあ、できるだけ釣り位置、まあ、上げてほしいし、自分も2週目はしっかり、まあ、あの、役ケアも兼ねて、まあ、2つか3つぐらい上げようとは思ってます。うん、ただ、まあ、1周で決めるのって結構きついとは思うんですけど、まあ、単純に、まあ、この後伸び,伸びなさそうな人とか、うん なんか視点ずれてるなっていう人がいたらそこから釣り位置に上げていきたいなと思ってるけどどうですか最初から釣り切るよりは役できるだけ仕事させて、まあ、2人残っとけば、まあ、強人かもしれないし片方まあ心教か心労か分かりませんが、まあ、なかなか狼岡にもかみづらいんじゃないですかうんだからできるだけ役には仕事してほしいなって僕は思うんでグレーからの方がいいと思ってますこの人数であれば 1>, 1番のプレイヤーが発言します はい。現状、12番、狂人の3、死んで見てます。3番、さん猛烈に死んで見てます。12番、さんローラーされに来た狂人で見てます。3、死んで見てます。で、今日はグレー行っていいと思う。一番考察伸びない人、役職ないの透かした人、うん、そこ釣りでいいと思う。で、明日、もし占い師黒出なかった場合は、12番、さん釣りでいいと思う。うん。 で次の日多分黒出ると思そしたらそこ釣りでいいんじゃないかなそこ釣っても12番さん2隻目打ちならその白釣ったとしても結構勝てると思うから自分は初日グレー冷たいですね考察伸びない人か役職ないのすかした人現状13番さん同じ意見なんで釣りたくないですね以上です。2> 2番 のプレイヤーが発言しますはい、おはようございます。村人陣営です。はい。えっ、ー、と、そうだね、僕から一つ、進行論っていうか、僕がやってることなんですけど、13人とかっていうのは人が多いため、えー、例えば、私がグレーだと思った位置には私は一切触れません。はい。白いと思った人、黒いと思った人にしか触れません。なので、そこはご了承ください。はい。で、 そうですね直近の1番さんに聞きたいんだけど、ジュリマンさんが偽って思える理由は何だろうか。私、別に12と3の政策ついてないんですよ、まだ私。ジリマンさんって進行論が分からないって言ってるだけでしょ。うん、だから、それでちょっとどうしてそう、審議がつけるのかなっていうのがちょっと分からないんですよね。そうだから、12が偽で思えるような発言があるんだったら、ちょっと教えてほしいかなと私は思ってます。はい ま,あまだちょっと発言まだまだ序盤なんで、ちょっと他の人の発言も聞いて精査したいなと思ってます。なんで、今のところそういう精査でちょっと一番さん釣りたいかな ?3 番のプレイヤーが発言します。発言しますはい、皆様おはようございます。3番のブルーシェットと申します。よろしくお願いいたします。例の写真を例の写真をです。12番さんに関しては、えー、釣り切りを飲んでおり、あ、え、ぶ、ー、り出しのために出てきた強人かなというふうに思っています。 出た理由に関しては12番さんが本当に強人かどうかは分からない、えー、かつえと12がオオカミの場合えなんだかみ抜かれる可能性もありますので出てきまし、えー、現状13と1が明確に白いというふうに思っています13人向では6縄4陣外というところでえつんなわ余裕が2枚ありますなので今日はグレーを詰めますそしてえともし明日えと例のロラになってもえ 今日グレーを詰める余裕があります。なので私に仕事をさせてください。グレーを1本詰め、かつ、えー、色を見、えー、そして12番さんを釣って色を見れば、えー、とおのずと陣、えー、外値というのは狭まります。なので、えー、今日はグレーから詰めます。13と1は釣りたくないので、えー、1に釣り縄を抜けた2番さんがサイクルだと思います。3位チコと申します。村人陣営です。よろしくお願いします。そう ですね12と3の精査はちょうど私のところからちょうど発言両方聞けたんで若干発言的には3が真かなと思ってます、まあ、理由も言ってもらったんですけど12は、えー、と霊能の釣り切りを提案している私もグレーからの提案で共感できますね。 13 1はそれに対してグレーから行くと言ったんで共感できます。で2が1に対して、まあ、3がサイクルは2番その盤面でっていうところでは共感はできますが1の視点でえもう最初から3番の話を聞かなくて12を強靭と置いたのはどういったとこだろうっていう話はあったんですけど、まあ、12が次を飲まれてるっていうところからすると。 まあそのえー、と1番が3番の話を聞かずに精査したところは若干共感ができるかなとでそれに対して2番さんが、えーとまあ、番一応釣り切りが1番かなっていう話をしたのは共感ができるというふうに思ってます後半位置にいるかなと思っています2周目伸ばしますあのね3視点は確かに1番が白くなるのは分かるけどブラシ点だと分かんないん、ね、3番が人外の可能性って全然あるからあとね今日 占い潜伏で、えー、霊能ロラっていう手もありますよ。占い完全潜伏で、霊能ロラで、えー、確実に一陣が落として、その後、えー、ライン考察しつつ、紙、え、位、ー、とかの考察もしつつっていう手もなくはない。はい。別にグレー詰める必要もないんですよね。で、狼目があるのは3番かなと思ってる。順に関しては完全に新境地かなと思ってます。で、狼、3番が狼だった場合、1の発言っていうのはすげえ気になってくるけどね。はい。 だから、そういう意味でも、1の色ちょっと見たいみたいって思ってますけど、グレー詰めるのであれば。はい。僕はそういうふうに思いますね。まあ、3視点で2が怪しくなって、1が白くなって、まあ、13に関しても白くなるっていう意見は分からなくもないけど、両方あるからね。っていう感じです。以上。番のプレイお、黒いな、これ。はい、6番で使用特にございません。自分は普通にグレーいきたいですね。現状で、えのに関して12の方が強人だと思ってます。 その理由として、13人村で狂人の最低限の仕事っていうのは、心霊能を炙り出し、なおかつ二縄使わせてそこまで釣り切るってところなんだよ。だから、初週っていうか初日、約全潜伏でもいいと思ってるから、自分に関しては。そこで初週の一番目で出てきたてところで、心霊能を炙り出し、二縄使わせて釣り切らせたいっていう12番さんの思考が見えたから、そこに関して12と3の精査をつけた1っていうのは自分の中で再始かな。はい。 っていう感じかなだから5番さんとは視点が違うっていうところかな5二かなだから視点が違うで言ったらだから5時点で2で上げとくかなって感じかな13番さんが薬キャーで、えー、釣り123も上げたいって言ってたんだけど薬キャーするんであればあぶり出しになっちゃう可能性があるからこそ1本もしくは2本でしてほししてほ指定してほしいかなと思ってますはいそんな感じです7番のプレイヤーが発言します はい。ラ人ッ陣営です。まず、まあ、例に関しては、俺も12が偽だと思っていて、12番さんの位置であれば、転覆して2周目出てっていうのもありだったんじゃないのと思うから、俺は3の方が死んだと思う。発言聞いても3の方が新目がある。縄の計算とかもね。だから今日グレー行く進行っていうのはありだと思っていて、12は強陣だと思う。だからその視点を持った13、1、 えー、ロッ6に関しては白いかなと思っていて。まあ4番さんもまあ、その辺は言っていた。やっぱり自分は気になるのは5番さん。5番さんはね、例のローラで占い戦伏はいいんじゃないのって言うけど、占い師がもし噛み抜かれた場合って、占い結果は全く落ちない。かつ、人外に占いを乗っ取られる懸念がなかったので、俺は5番さんが人外だと思うので、5を継ぎたい以上です。8番のプレイヤーが発言します。 うん、確かに小松さん、気になるよね。やっぱ霊能士をローラーしてしまうと、その人がったロ,ローラーしてしまうと、芯、え、を、ー、全くつけないでローラーしてしまうと、クレーを釣った時に、ね、色が分かんないと全く重複が落ちないからね。しかも、12と3なら、圧倒的に3の方が指名がある。3というのは一応、12は強靭ではなく、狼オで見る視点もあったよね。結構、やっぱりさ番さんというのは12の色ってどっちかっていう、やっぱり気にしていたから、やっぱり3の方がは芯があるのは当然なんだよ。 さんが釣り飲,んだ飲む運の話以前にね。で、うーん若干の皆さんとで、ね、意見が異なるのは、一番さんの発言が気になるんだよね。一番さんは役をすかせたところを釣りたくないと言ったんだけども、<え>13番の発言で、役の人には仕事をしてほしいっていう発言がありましたよね、13番。それって役の人には仕事をしてほしいってことは、13番はあのスムをすかせるんじゃないの 一番さんが13のついたくないって言ってたのがちょっとわからない。12とりあえず一緒にこんなところです。のい,言のいやー、これ聞いてない、ね。白いね。自分もそこ気になりました。8番さん、白いと思います。自分もそこ気になって、13番の発言からほぼほぼ役ないことが透けたから、一番三目線っていうのは真っ先に13月1日になるはずなのに、つりたくないと言った。で、ただね、俺5番さんも結構白いと思うよ。それは、だって。 確かに、例のローラーしてくださいっていう、今日は例のローラーして占い潜伏っていう発言があったけども、2番さんをかばってるね、5番さんって、それかばう意味ないよ、人狼だったら、まあ確かに皆さん目線、2号人狼っていうのもあるかもしれないけど、2番さんの位置で3番の発言が聞いてない中で、俺もね、2番さんの責任だって言ったら、なんで12と3ってそんなに審議つけるのかなと思うし、 えそれだけでなんで2番さんを狼かで終われるんだろうとも思うんだよね。3番さんって2番さんを釣り位置に上げたんだけど、その1を釣り位置に投げたからといって。1って結構そこの発言も気になったし、だから全然2番さんっていうのは白いと思うかな、1を釣りたいって言った視点がね。えー、だから現状2番さんがその位置でやっぱりちゃんと霊能シーにつけれないっていうのは村目線の視点だと思ったので、2番さん白いと思ったトこう白いといった5番さんも結構白いと思う以上です。10番のプレイヤーが発言します。 はい、お願いします。村人陣営、使用特にございませんってところでね。えー、っと、まあ、あ人数多いんで触れられるところも限られてくるんだが、率直に思った感想だけ述べます。で、5番さんの発言に対して占いは潜伏でいいんじゃないかっていう発言があったけど、今、この時点で占いが出てないっていうことは、その占い師さんもね、5番の発言に対して共感をしてるっていうムーブになるっていうところだよね。で、 えーまあ、何人か言ってたけど、13番さんはね、えー、役は残しといて、それ仕事をさせると。で、12か3がね、まあ、進路、進去は分からないけども、まあ、どちらにしても、もうすでにね、仕事はしてると、俺は認識している。なので、うんまあ、13番さんの発言は、ね、ちょっと村としてはね、えー、どういった意図で、まあ、明確に言ってもらえればいいんだけど、グレ俺もグレー。11番 のプレイヤーが発言しますうん、うん、10番さんその位置で全くほぼ13番さんにしか触れないっていうのはどういうことだったのかなあと10番さん若干役もなんか透けてるような発言してるからちょっと10番さん筆頭釣り位置になると思うな今日ので俺は1番さん別に黒く思ってなくてあの,あの位置で普通に霊能どっちが進化っていうのをしっかり言えるのは10番さん自身がじゃなくて1番さん自身があの霊能から になるからなんか一番さんが仮にオオカミ陣営だったらそういうことって言う必要があんまりないと思うから一番さんは別に全然黒く思ってないねむしろ白いと思ってるうんだだからその一番さんを釣りをした二番さんっていうのが分からないし更に言うと四番さんって一番さんの意見も分かるで二番さんの意見も分かるって言ってなんかどっちともの意見にも寄り添ってる感じで平等を買いたくないオオカミって結構あるなと思ってるから。 うん、4か10が今のところ釣り位置です、以上です。12番のプレイえー、グレーから行くんだ、びっくりしちゃったってことでねいやー、残してもらえるんですねってことで、私はね、芸能を釣り切ってねっていう話、5番さんの話がね、普通だと思っていた、普通っていう方、えー、あれだね、うん、そっちの方がが村は強いと思っていた、村は強いと思っていた、ところがそれをね、グレーから行くのが普通といった6番。 あと何 ?3 番さんの話を聞かずにもう三振を決め打ちしてる1番。ここが今日の釣り位置ね。うん。1ロー、3ローあるんじゃないのうん。あと6番さん。普通にグレーから行くって言ったよね。その考えはきついよ。うん、村的に。まあ、ほぼみんなグレーから行きたいんだと思うんだけど、じゃあなんで占い師出ないのうん。占い師さんなんで出てないの ?2 周目に出るの ?2 周目に出るってのはどういうこと二周目の発言、これ無駄になっちゃうんじゃないの 私は最初から出てね、村の発言がちゃんと、うん、無駄にならないように出てきてるんだけど、潜伏しろ、いや、それどういうこと ?1 時点で6。いいかい、1時,時点で6ね。うん。三番さんを新置きできるって、三番さんの発言をでき、うん、聞く前に、まあ、私の出方を見て、私を似せてみたのかな。うん。そもそもグレーからいくのが普通なの <laughs> ごめんね、<laughs> 私がもしスキル不足で言ってるんだったら申し訳ない。 私は占い、うん、霊能はね、もう初日から釣り切る流れで、グレー精査で、占い師が占いで、グレーを詰めていくっていうのが、村は強いと思ってたから、うん、霊能で、ちょっとがっかりしてたのねところが、グレーあ残してくれるんだと思って、ちょっと今、嬉しいんだけど。はい、えー、2周目に来てもやっぱり霊能は12番差のほうが偽かな、1と6でしょ、だって。 うん6番さんって、うん、5に上げてて、1番さん白く見てるって言ったんだよね、役ケアするなら1本か2本っていう、まあ、アドバイスもくれたんで、僕は結構印象良かったんですけど、で、スリーチが急に13に変わったのが8番さんからなんですね。で、8、9、10、まあ、13に来て、まあ、例の出てる時点で僕、役に仕事してほしいって,ってまあ、例のん仕事した方がいいのかなと思って言っただけなんですけど、特にその中で気になったのは僕は9番さんだな、 で、2番さんは結構ね、えー、白いって言ってたんですけど、結局9番さんその発言って2番さん自身も拾ってないんですよね。1番さんが拾ってないから、えー、1番さんって言ってたけど、じゃ二2番さん自身も、じゃあ僕が、例えばじゃあスムラスカシに聞こえたとしましょう。でも、それ2番さんもそれ拾ってないんですよっていうところ。なんか自分の都合のいいとこだけ発言をしてるなっていう。で、まあ8番さんがそれ発言したんで、それ臨場っぽい感じもするし。で10までは13で言って、まあそれ助けたのが11番さん。 ユーチマさんの4に対する視点っていうのは僕も一緒でした。4番さんって、えー、なんだえー、13、1の視点と2の視点、どっちもわかるって言ったんですけど、結局どっちなので、って釣り1もまあ言えないとは思うけど。うん、9番さんかなじゃあ釣り、今日の釣り1、9番んあとは、やっぱりふわふわしてた4番さんかなうーん、そうだな。まあ、こんなとこですね。 あとちょっとまあ一応気になったところで言うとあんまいいか時間ないわはいまたちょっとそれでは9と4上げてきます9と4はい自分13番さん釣りたくないね10番さん13番さん役職ないのすかしたりしてない、えー、12と3の役職の仕事をさせたいって言ってるんよねで8番さんはそこを聞き間違えてるけどまあ8番さん最初なんであの 釣り1じゃないともそこに便乗した9番さんすごく怪しい。で2番さんは1を釣りをしたんだけど最初なんで全然いい。そこに便乗した4と5。うん5番さん怪しいね。すごく便乗して霊呂ラに持っていくって霊能心決め打ちされたらめちゃくちゃ嫌だからね。狼一。ん太鼓いる明日出てきても俺は死んでみないけど。 じゃあ、9、新、決め打ちでいいね。5、白か。じゃあ、俺、10番さんから行きたいかな。10番さん釣り位置言わなかったんで、今日10番さん釣りたいかな。えー、っと、オ,オカミマークつけてたのが2、4、5、9、十0だね。自分がつけてたのは2 4, 5, 9,、4、5、9、十。0 うん、10番さんはちょっと考察あんまり伸びてないし番さん13番89か13に触れて10番さんも13に便乗した感じだけどしっかり釣り寄せなかったのが狼要素かなと思ってるから、えー、10番さん行きたいのかな白いのは六6 7 1かな霊能は明らかに3番さん死んでみてる自分今日10番さん入れる予定です。2> 2番 のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。プラ村タ陣営です。あ、そうですね。今ええー、と霊能士のね。発言聞いた感じそうですね。12番さんの発言っていうのがちょっとおかしいかなと思って。精査がまずほとんどないんですよね。まあ、1周目は進行論などなどしか言わないし。まあそれはいいとして。しでも2週目でなんかほとんどグレーにも触れない。 っていうそうですね。今2周目になって、私は今3をしんと置いてます今、今、はい。1周目では分かるはずもないですからね。はい、で、そうだな、グレイチっていう点では、まあ、4番3が1と2に共感できると言いつつ、1と2っていうのは意見が正反対なんですよね。なんでどうしてそこを一緒に言えたのかなっていうのがちょっと気になってる部分ではあります。はい で、次に10番さん。まず10番さん、後半の1なのに、セリスがほとんどない。っていうのがすごい気になります。釣り1ぐらい上げてもいいのではないかなと思っていたのに、上げられていない。となると、ちょっと、今のところ私は4か10に行きたいですね。はい。釣り1は今、四時点で10って上げておきましょうか。ちょっと4番さんの方が発言近いんで、まあ、それでちょっと先に4上げさせていただきます。はい。 であと気になったところっていうのは、まあ、5番さんの例のロラからっていうのは別に私は悪くはないかなと思ってはいるんですけどね。結構なんか発言、カンカン買ってるような感じはありますけど。はい。で、占い結構も五白でしょ全然もう私白かったと思ってるんで、その占いは納得ですねっていうところで。3番のプレイヤーが発言します。しますはい。現状黒いなっていうふうに思っているのは8と10だと思っています。 8と10で比べるのであれば、今日は10から落として色を見たいと思います。10番さんに関しては、8と9に便乗していた。直前の9が真なのであれば、9の発言に便乗した発言だと思っていますだからこそ、10番さんが1等黒1だと思っています。12番さんは狂人だと思っています。なぜならば、12番さんに関しては、俺の白一である1と6に対して黒塗りをしていた。 さらに、えっ、ー、と、例のローラーから行かないんだっていうふうに発言していました。えー、説明した通り、6名は4人台、えー、釣り縄余裕が2枚ありますので、もし12番さんが、えっ、ー、と、ローラーをしたいのであれば、別に今日グレーいってもいいんですよね。なぜならば、明日からでもローラーは間に合いたい。なので、えっ、ー、と、初日から、えっ、ー、と、なんだ、ローラーをしていく、これは、えっ、ー、と、グレー幅を、えー、と減らしたくない強靭だと思っています。 現状10の色を見さえすればそこからラインが見れるのかなとうう思っておりえやはりえと白いのは1と13と6は明確に白いと思っています。2番さんに関してはえとなんだちょっとだけえと2周目に白くなったかなと思っていて8番さんの黒い理由というのは1番さんの発言、えー、13番の発言による1番さんのえと要素の取り方がえと別動だと思っているから。 13番さんに関してはと、3と12に仕事をさせたいという発言をしており、もり僕もそこは叩かなかった。にもかかわらず、8番は13番の発言をねじ曲げており、りいね、黒を抜ぎたかったのかなと思っています。はい今日は10番さんですね。えっと、9番さんも、えっと、次位置を言わなくて、白い、白いとしか言ってなかった。でも、えっと、8と5を上げていて、お城っていうところは共感ができた。太鼓のらないしないんですよね。 えと太鼓の占い師になければ私は95怪しいかなと思ったんですけど9が5を白く言ったということであれば占って白が出てるということであれば共感ができていますで最初は8番さんというところですねで、えー、と私が、えー、12が最初1周目怪しいかなと思ったんですけど2周目かなと思ったんですなので、えー、12に関してはちょっと精査がつけれないという話をしました、えー、と1は白いかなというふうに思いましたで2番がまあ私を釣りをしている、まあ、私がふらふらしたというところは共感ができるんで 一旦は一、二は置いときます。でも別人の可能性はあるかなと思っています。えっ、ー、と、そう考えると、えっ、ー、と、十か、ええー、どっちからか。 ですけレノンに関しては3番さんが真かなと思ってます12の触れ方というところと対抗の3番さん釣りをしてないんですよね12は、えっと、3番さんを何で見てるかっていう話発言が一切なかったグレーも16だけいきたいという話をした私は16逆に白いかなと思っていてグレー精査に関しても3番さんの方が近いと思ってるんで3が真かなと思っています いうことを考えたときに、今日色見たいところは10番。まあ、11番は最終盤面で私がふわふわしていたから、私を次一というところで上げてきたところは、共感ができるというところですね。はい7番さんも白いかなと思いましたね。うもう逆に言うと私の黒さってどこになるのかって話なんですけど、ね、正直10番さんの色を見たいかなという,ふうに思っています。怪しいと思っているのは10と2かなという,ふうに思っています。以上です。5番のプレイヤーが発しますこれ9ガ神か。 あのね、僕、一個すげえ引っかっ,ってるのが、11番さんが、10番の役って透けてるよね。今日10番釣りたいですって言ったんだよね。どういう意味かなと思って。あれ、どういう意味だったの役、役なし役がないのが透けたって言ったのどこの発言で透けたんだ、欲がないのが透けたんだったらどこの発言で透けたのかっていうところと。どうだろうね。あの、村全体で、えー、霊能に狼が絶対出てないみたいな思考に陥ってるのが若干怖いかなと思ってます。はい。 で3審目に置いてるでしょで全員3審に置いて、なんか全員っていうか結構みんな3審に置いてる、わか,かるよ。3の方が発言強いからね。ただだよ。ただだよ。9人村やってる時ってみんな、えー、霊能の精査って難しい、初襲は難しいって言ってるね。オオが出てる場合っては全然バレバレ新名取りに来るからね。その可能性がなんかすっぽり抜け落ちて、えー、3だけが芯になっているのが若干怖いとは思っています。まあ別に、今日は占いもってるし、絶対グレー詰めなんだけどね。 <laughs> まあ、連ンセンはその後で大丈夫でしょう。うーんとね、いやー、でもな、だから11番さん、その回答はちょっと欲しいのと、なんか678あたりで僕の発言が捏造されてて、僕は例のノ側から行きたい、ただそれだけみたいな感じだったけど、僕は占い完全潜伏で、でかつ完全潜伏した場合に、えー、噛まれちゃったらどうすんのって言ってるけど、いや、潜伏しててめる確率なんかめちゃくちゃ低いんだから、万が一噛まれたら、あの、あれだけども。 別に占いのここレンガービン全然であるからね占い師なんかほっといて、えー、噛まれなかったらその人に疑えばいいだけだからなんかその辺若干臭かったけどね誰だっ,けって言ってたの誰ですか自白してください6番のプレイヤーが発言しますはいえっと5番さんに回答しとくと11番さんは10番の飛躍が透けたっていう話をしてましたね10番の発言から飛躍透けた発言はちょっと自分は聞こえなかったけど 一番さんは飛,躍飛躍が透けたから10番を釣りたいって言ったのかな。で、占いが出る前だったら自分7番さんを釣りたいと思ってて、7番さんって占い出す思考を明確に上げといて、で、なおかつ、その電脳ローだっていうのも分かるみたいな発言をしてたから、7番さんが占いないの透けたなって思って、初週に関しては7番の発言を聞いて、7番が釣りたいと思ってたけど、まあでも現状占いが出てるってところで言うと、 今日8番かからついたいかなと思って思る13っていうのは、そのみんな言ってたけど、12と3に関して役の仕事をさせたいから、今日はグレーから行ってもいいんじゃないかって発言を残してたから、13の飛躍が透けたっていうことにはなってなくて、そこに関して自分と,と視点が違うなって思ったかな。で、それの時は10番っていうのも臭い位置ではあるんだけど、現状10番が接続切れなんで、まあ、接続切続くんであれば10番からでいいと思ってるかな。 はい。そんな感じ。で、白いと思ってるのが11、13、1。1十一十三一。で、レノに関して、レノは圧倒的に12が偽だと思ってます。殴られたところを殴り返してる印象しかなく、対抗への精査もないってところからね。で、3番のグレー精査の視点も自分と全く同じだったので、現状3を新目に見てるので、今日グレー詰めて、次の日十二詰めてもいいかなっていうところまで今考えてます。はい。そんな感じです。接続蹴りから戻ってこなかったら10番。戻ってきたら8からかな。以上。 7番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。えっと、明確に白いと思ったのは4番さん4番さんっていうのは9、9号がね、あの占い出るまで9号がオカミだと思ったって、4がオカミだったら言う必要がない。かつ、11に通用されてるのに、4は11は白いって言ったんだよね。4がオカミだったらそういう発言は出ないと思ってる。あと、白いと思ってるのは、8、11、1。ここ 面白いと思っていて、霊のに関しては相変わらず3が死んだと思っている。うーん。で、まあ、今日釣り値10番3になるんだけれども、うーん、どうなんだろうな。まあ10番、13番3に関してもね、まあ、オオカミであれば、あんな初週の発言からグレーからいこうなんていうことは言えないと思うから、俺、現状10と2と6かなと思ってる。10。 2,6, 人狼、3人、これでいっ合ってると思います。以上。8番のプレイヤーが発言します。発言しますそうね、発足系な充つになるが、あの、このまま気にならない、うん、ドラナエシが要するに近くしてしまっているとら、オオカミが要するに仕事してないってことだよね。でも、霊能にオオカミが出てるんだとすれば、出にくいっていう無線もなるって叱る時じゃないうん、だから正直、 霊能にオオカミ出てるんじゃないかなっていう視点があるんだよね。それが誰も出てこなかったのがちょっと不自然。で、これはね、結果,結果論ではしかないんだけども、5番さんがね、霊能ローラーから行こうと言ったよね。要するに、霊能にオオカミが出ていったら、霊能ローラーされたら困るんだよ。だからそれを真っ先にね、67っていうのはグレーに戻したよね。いや、今日は絶対グレー釣りですと。 もし、霊能にオオカミが出,るんだ出てるんだとしたら、6、7はかなり黒い位置になるよね。うん、で6と7を比較すれば、自分に対して、えー、黒抜位した6。で、白浮きした7。うん、どっちの視点がオオカミかっていうと、ちょっとこれは判別がつかないね。ただ、どっちかがオオカミかなと思ってる、今のところね。霊能にオオカミがいるんだとすれば。で、12万3発言は確かにね、発言的には、発言的にはね、 若干、うん、新面を感じちゃったけどね、自分はね。みんなとこれは異なる意見だけどね。なんか本気で、本気で釣り切った方がムラ利があるような感じしなかった、あ二番さユニバーサルの発言って。うん、これ、これ村のなんか思考に反論する、反抗するよりは悪いけども、だから、三バスのオ解は十分あると思うよ。うーん、まあ、67がどっちかいっす。 いや、そうなのよ。5番さん、8番さんが言うとおり、例のにオオカが出てくるっていう視点もあって、占いが一角してるからね。ってなった時に、圧倒的にが目があるのって12より3なのね。で3が狼だったとこに、こう真っ先に信用して1番っていうのもラインが見えてくるから、そういう視点で昨日は自分1黒いっても、実は言ってます愛に明言はしてないけどね。だから5番さんと8番さんがその視点があるのが白いかなと思ったかなただ強目があるのは12番さんだと思うんだけど、 えこれ12番さんがワンチャンその本当にえと初日出た方が強いと思っているシーンという可能性もあるからその場合ってその場合でかつ例のに狼が出ているんだとしたら3のろう目はあると思うしそこを真っ先に進撃した1番さんっていうのはラインとしては見えるとは思う一応ねその発言だけは残しておくでえと7番さんは8、11、1を白いと言ったんだけども8番って1を釣りをしてるんだよね だったら、7番さんその白い1を釣りをしている8番って、なんで白くなったのかなってところはすごく気になったし、7番さんの1周目の5番さんに対する殴り、霊能潜伏って噛まれたらどうするのっていう視点があったんだけど、それは霊能1周目に出てくださいっていう、ほぼそういう発言だったと捉えていいのでしょうかね。それだったらちょっと、あの,あれのじゃないは占いか、占い噛まれたらどうするのっていうのは、占い者炙り出しにもちょっと自分は聞こえたかな、うん。そういうふうに聞こえたかな。だから結構58は白いと思っていて、 そこ釣りし6もちょっと気になるんだよね。4万んは明確に白い、ちょっと白い位置を作りすぎてるから、狼だったらきついと思うから、結構6、7どっちかにいて、えー、もし3が狼だったら、えー、残りは1も見えるかなちょっときついね。今日10り、十ます かか落ちたか11番番しますうん今日は10番するんだけど10番が「役」てうんぬんって言ったのは10番がえっ、ー、と5番が「えっ、ー、と占い潜伏うんぬん」言ってた時に「えっ、ー、と占いが今まで出てきてないってことは5番の意見に共感したってことですね」って言ってたから「10これいつこいつ占いないのもう透けたな」と思って普通にそういった発言したんだけど。 あ10番さん戻ってきたね。10番さん何かあるまあちょっと戻ってきてもう発言聞けてないからね。でね、あの9番さんね、あの俺これ言っとくけどね、これ本当にもう9番さん確定でいいね。新占い師で。もう本当に明日出てきても信じられないよ。うん。言っとくけど。これも確定でいいね。9番さんガチで占い師ならまあよかった。それはいいんだけど。 まあ9番さんちょいちょい怪しいところがいっぱいあったんだけどもう俺明日出てきても絶対もう村で統一してね明日出てきてももう絶対9番さんを死んでみるってことねもう本当に信用できないからね明日出てきてもこれだけ言っとくわもううんだからもう潜伏占いとかもう絶対無理ねうんだったらいいわもう9疑わなくてねで今日はまあ10番さんつるわで俺別に4番さんそんなにあの白く見てなくて7番さんかなんか白く言ってたんだけど6番さんかな 四番さんって結局なんか十番さん釣りをししかしてないから。なんか十番さんになんか釣り位置を回避させようと思う。っていう思考がなんかすごい見えたっていうふうに思ったね。うーん、まあ、今日は十いくわ。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには。どんなこ。うーん、これ。二、四、八かな。 かな6 12 5投票が終了しました追放されるプレイヤーは10番10番の遺言を発表してくださいあらすいませんちょっともうね言い訳しかできないんでもう言い訳するねあのー 久々のね、13人群れでね、あの、村で、えっと、満を持してね、あの、久々に、俺普段メモとか取らないんだけど、すげえ気合い入れてやったつもりだったんだけどね、充電50%からね、いきなりもうなくなっちゃって、もう俺充電消えちゃってもダメなんで、あの、あのルール違反しちゃったんだけどね、あの、非投票しました。もっとすいません、ホストさん。ほんで、 一瞬目でね、俺、感想しか述べられなくてね、発言述べないのはいつものことなんだけど、率直に思ったのは、えっと4番さんっていうのは、1番さんの発言に対してね、初週で懸念を持っていて、それに対してね、2番さんっていうのは、4番さんの発言を、1、2が一緒だっていうふうに言ったっていうところね。だから俺としては、今日二2、3、1って発言した夜が更けました人狼に気をつけてください うーん明日4かな明日もう一日4行ってもいいんじゃないかな黒出たらいいけどね俺占ってんやろな夜が明けました 昨夜は誰も死にませんでした。た発言ターンに入ります。十一番のプレイヤーが発言します。はい、十、えー、黒十白。なるほど。えっ、ー、と、これ一黒。<え>はい、オッケーです。じゃあ一番さ強今釣ってって感じですね。で、えっ、ー、と、これもなんだろう。 行っっちゃっていいのかな俺、スムラなんだけど、これ、岸いるはずだよね。岸9号へね、了解。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、そのまんまっていうか、こてか、昨日行った方が良かったね、もう、フルオープンで。普通に、もう、平和村で一角してるんだから。最後になって、もう言えなかったんだけど、行っといた方が良かったな。で、今日はじゃあ、一つって、うーん。 12と3がそれぞれ、本当は4白。4白マジでマジか。うーん。じゃあどうしよっか。俺は1は正直白いと思ってたから、まあ残りの1、<6? S> 1> 13、2、6、7、8になるんだけど、あ、6は棋士か。6は棋士だよね。 ああ、うん、やばいなちょっと伸びないなあ今日例のあーでもちょっと霊能の話聞いて霊能にてつけてもいいかな今日はうん白しか出てないんだったらね投票してな、ねはいのね12番のプレイヤーが発言しますはい十0白ね十0白うん占い師さんとね八番さんも言ってたけどねなぜこの場面になってるのかって考えないのかね うん、霊能に銅が出てるっていう可能性は全然追わないんだね、この村。うん、っていうところ、ちょっとびっくりしてるんだけど、で4白、6騎士、いやー、ごめんね、私が沼ってんだね、うん、全然して合ってねえわ <laughs>、うん。なぜ占い師1人しかいないのって考えたときに、うん、霊能に銅が出てるっていうのは追わないんだ。で、皆さん、私、強同ってんでしょ。 じゃあ3ローなんじゃないのって思わないのうんで ?3 が10黒って言ってるけど、投票結果見た、うん、ほぼほぼ12いってんでしょうん私と5番さんだけかな、6いったの。うん、6黒かったからね。死なんだ。<laughs> びっくりしちゃった。ってところで、えー、3ローじゃないのこれ、うん。3ローでしょはい、お願いします。 そうですね11番さんに関して、うん、霊能の話するのは、えらいく遅いなと思って、村目線だとここで霊能落として、1黒出てるのと1を落として、それで終わらなかったら、9番さんって、散々ローが出てるって言ってるんでしょでこの盤面で見る確かにローが出てるって見るの結構妥当かなと思うし、だからなんか占い先やばいと思って変えてきたのかなとか思って。1黒からの4白でしょどういう意図だろうな、9番さん。語り,語りはありでしたっけです、ねまあ、ありだとしても、 ありなら、一番の発言終わるまで聞いたらいいんじゃない ?9 番さんって思ったけど。なんでそこで、なんか僕はそう感じたけどね、あ、これ1黒出したら、まあそしたら、それで終わらなかったら9番目線、まあそうか、12を死んで、こういう目線になるのか。でも、ロー、ローが出てる目線だったらおかしくなるよね、9番さんって。視点破綻しちゃうから、やばくて変えたんじゃないかなって思ったんだけどね。 でもまあ、9番先生触れてもまあ、しょうがないけどね。一人しかいないから。ちょっと長すぎたかな。俺黒くなっちゃうかな。いや、きまあ、もうこの盤面で。うん。そしたら僕が、どこ行きたいかな。昨日の発言聞いて。やあ、でも4白か。4白だよね。で、6棋士でしょ。うーん。そうなると、さっきのやっぱ11番さんかな、俺は。やっぱり霊能の話するの遅いかなっていうところ。 昨日の時点での結構僕の釣りッが白になったりしてるんで、いろいないでしょう。あとはまあ、うーん、そうだな。まあまあ11番だな、11番。今日11番行きたいです。はい、えー、自分11番さん行きたくないかな。現状、13番さんか8番さん行きたい。昨日、えっ、ー、とね、13番さん、急釣りって言って、俺も。 便乗で「9釣り」って言ったんだけど俺は「10釣り」って変えたよね10は俺オカミだと思ってるってなると8910が視点おかしかったんだよねで13が10を避けてるのが13の黒要素あと8番さんもみんなと全然視点が違うから3のオカミ追ってるとこいや俺も三振だと思うけどねあの9番さんから疑われてるみたいだけど俺って強めじゃない 霊能にオオカミいたら,霊能にいたら多分俺強めだよねあと3番さんの新目で見てる理由ってまず12番さんの視点が全然違うことに6投票みんな10怪しんでるのに6投票の視点が違うことがも明らかに人外で,で13番さんが人狼であればあそこで12が強人で3がオカミで心霊が出る可能性もあったよね遅れて。 そのリスクまで犯して霊能使用してることから3がしんで4黒かったんだけど4白ってなるとうーんやっぱ一番視点が違う8番さんで11番さんを釣り寄してる13番さんこのどっちかかなと思ってる12はもう一日残していいんじゃないうーん明日でいいんじゃない今日8か13いきます。番 のプレイヤーが発言しまますすははいいおはようございますそうですねあの、4番さん疑ってたけど、ね、発言的には前の週の 2CM で白くなった、で、9が4白。これはすげえホッとしてます、私。ね、ほんとすごいホッとしてる。で、あのね、1番さんにね、言われちゃったからさ、釣り一、どうしようと思ってるの、今。で、俺ちょっと違うのは、11番さんの発言って、 っていうのは9番さんが一クロ打ってから4種類に書いたことによって発言が結構ままにならなかったのかなっていう印象を受けたんだよね。うーんだからちょっとまず11残していいかなと思って11ってさ占い位とかにもなるんじゃないかなっていうことをちょっと言いたいかな。で逆に1三ってさ9番さんのさ、えー、占いの語りを終わった後のか話でしょ それれななのににさ、ほとんんどグレーにも触れてないんだよねそう、だからさ、そういう点ではさ、13がさ、怪しく見えてるんだよ、私。で、ちょっと蒸し返すようで悪いけど、私のれよさは何なのかなってみんなからちょっと黒く言われているんだけど、それがすごい分からないです。はい。で、だから、だからね、そうだね、今日13行きたいかな、私。うん。1番さんと違う点は、11はちょっとまだ明日でもいいかなと思ってる。 それか占い位置だと思ってる私は。なんで今日はちょっと13 1 3一本指定させていただこうかな。今日に関してはグまずグレーチに触れてないっていう点で、えー、っとね、8番線はね私も愛しく思ってる今。だから13か8行きたい。私、今時点で13最初に上げてる。便乗してきたね。はい。えー、え五縄3人代です。五縄三人代。12を含め五縄三3人代。オは残り2人です。 1 2には明確に、えー、と強靭だと思っているのに10に釣らなくて結構です。今日はグレーに行ってください、えー。グレーの中で私が釣りたいのは8番です。8番に関しては、例、え、のー、に進路を、えー、となすりつけており、かつ10番さんに関しては、自投票する、さらに、えー、と強靭んルーブをし、例、え、のー、進路を、えー、となんだ、植えつけようというふうにしたのかなというふうに思っています。 なので、えっと、12番さんは強人だと思っていますので、えっと、安易に黒出しはできない。だからこそ安定の白出しをしたというふうに思っています。12番さんの強人は、えっ、ー、と、なんだ、ほぼほぼ、あでも、十々に黒黒で、強人ムーブ、両方する。あるっちゃあるか。とは思っていますが、えっ、ー、と、私の視点では12番さんは強人だと思っていますので、グレー位置に2郎いるというふうに思っています。なので、今日は、えっ、ー、と、釣りの余裕がありますので、えー、グレーに行きましょう。 今日は8番さんをついたいと思っています。8番さんは10番さんと同じく、えー、となんだ、えー、と霊能に振動がいるっていうふ、えー、うになすりつけてるような感じがしました。ただし8がローなのであれば、80ローなのであれば10には明確に強靭が濃厚になると。8と 10, に10がローローローで、えー、となんだ振動振動。 私は振動を終わすわけはないというふうに思っていますね。ね8の色を見れば12の色もおのずと見えてくるというふうに思っています。なので今日は私は8の色を見たいです。4番のプレイヤーが発言します。占い師はすみませんね。私があ,とあたふたしてたんで、私に、えー、と占い申し訳ないです。私、白ですね。えー、と私も、えー、12、まあ、が11は次の日っていう話をしてた。 これ精査ついてます強めが強いのが正直12で、確かに3の路面も全然終える可能性はあるかなと、2、えー、週目の話聞いて感じました。正直、3の方がしんぽいかなと思ってるんですけど、私、今日逆に8次飲めないんですよね。7、8のどちらかが人外だと思っていて、11、13、1、2のうちの1人に人外がいるかなと、もし10で落ちてたという場合は、逆に落ちてなかった場合に関しては、そこに3人外が残ってるっていう状態ですね。 うーんで7八がバチバチにやってますので、ね、6が鍵ってことですよねで8は6七どちらかに人外がいるんじゃないかって話を残したうーん逆にその話でいけば私は8より長かなと思ったんですけどねでもなんかもうそんな私黒目ないんだよなで例のオーロラちょっと行くなら正直ちょっと12番さんから行きたいなと思ってるんですけど、まあ、9番さんの話聞いて まあ基本的に11番さんでまあ例のドラギ行くか話っていうのが出なかったってところは確かにちょっと怪しいかなと思っています。そこをまあ1、2が11番は翌日でいいんじゃないか。そうすると11と13がちょっと違和感があるっていう感じですね。で、13が11って言ったところは私は共感ができますけどね。でもまあ確かに初週だったんで発言が伸びなかったってことを鑑みると全然翌日でもいいかなと思っています。そう考えると、 あー一クロでズレまくしなかったからな。五のプレイヤーが発言します。いやマジでことさら十二番さんに心があるわけじゃないんだけど、三 <laughs> 番さんの精査がちょっと引っかかるんだよ。三番さん十クロ落ちてんだよね。いや正直初週の十番さんの発言って聞けなかった。あんまり覚えてないからあれなんだけど。 10と8のラインがあるように見えたの ?10 の黒が落ちたらさ、3番さんって一番考えるのって10からのライン精査なんじゃないのあんま覚えてなかったうん、10、13落ちてたね、これ。そこを一切発言せずに、8釣りを一択で押すのは結構臭いな。だって8番ってさ、狼が出てる可能性があるから、3番さんの狼があるっていう発言をしていて。 3番さんが心霊能だった場合に、まあ、12番さんの狂人がだだだ、多分狂人だろうっていう感じが分かると思うんだけど、あとね、11番さんの初週の発言に気になったのって、1番さんに対して、えー、1番さんって、えー、12番の芯を切っていて、3番を芯を切してんだけど、11番さんっていうのってさ、初週に,にさ、1番さんはし霊能からヘイトを買いますよねって言ってるんだけど、 1 1ローローだった場合って12の、えー、心霊能が出てるんだけど1番三ってヘイト買うのって12番三からだけなの思い出したわと思ってだから11詰めたいんだけどダメかなダメっすかねそれか7六番のプレイヤーい1110を押してるからねはい11詰めは自分が飲みません11番がラストの発言で 仮に九今現状九守って護衛が起きてるから九真なんだけど、あそこで11番が占い他にいませんね、これで確定しますよっていうメリット、人外でどこにやるっていうところ。かな。だから11が狼であれば、明らかに首絞めてるんだよ。普通に狼だったら、まだ九のシ確定してないみたいな発言を残しつつ、次の日に、 狼陣炎誰かが占い出てくれば別にそれはそれでまたみんな迷うじゃん。だから11が陣外であれば首を絞めてると思ってるから11についてはついたくないか。で9番が1黒を出して1が自爆しなかったってところから、まあ、結果語りを読んでたって可能性もあるが1に関しても白いかなと思ってる。そうなるとグレーで気になってるのは13番さんで13番さんは結果語りに何のメリットがあるかって話をしてたけど普通に反応も見れるんだよね。自爆したらすぐまた4白を貼って。 二つ分の結果も残せるし、そこについて叩いてきたところと、11番の目線がおかしいっていう、えー、今日例の行くっていう発言が出なかったのがおかしいって言ってたけど、13番も3を死んで見てたんだよね。ってなったら12ってほぼほぼ強人じゃないだから別に今日グレー詰めてもいいんだよ。だから13の視点がおかしいと思ったから2に関しておかしいと思ったのは、11に関しては占い値って発言を残してて、今日9番3を持ってるんで9番守れないんだよもん、も だから、占い値って発言出るのおかしいと思ってる。7、8のどっちかに1人が十三13と2にどっちか一1人が出ると思ってる。はい、発言します。俺が現状黒いと思ったのは2番さんまあ、6番さんも言ってたけど、11が占い値っていう言い方はね、村じゃないと思った。だって今日9号へされてるのに、9番って絶対今日噛まれるじゃん。 なの十1を占い一といった2番さんに関してす、かつ2って、えっと、1に釣り1言われたみたいなこと言ってたけど、別にあなたが黒いと思ったところ、別に1が言ったとしても言えばいいんじゃないのってところ。なんかわ、そうやって1の便乗で黒く見られるのが嫌だなっていう防衛本能がすごく出たように感じるので、俺は2は人道だと思っていて、<laughs> うーんで、やっぱり例の会社は圧倒的に3が死んだと俺も思ってるので,で、12が強人だと思うから、霊能には別に手つけなくてもいいと思ってて、て霊能に縄かけたいところに狼がいると思うから、その視点で8が5、2>, 2、8、10がローだと思う。以上。7番さんとていうかね、村とは背負わないな、自分3が偽っぽく感じちゃったけどね。 ていうか、12番は真でしかないと思ったけども、これってさ、あの、要するに、十番の、あと、判断になっているから、大会目線っていうのは、十二と三の真偽ってついてるのよ、大会目線っていうのはね。明らかに三振、三振が多すぎる。で、おそらく人狼は、うんとね、おそらく三がね、十二に狂ってることから、多分三の位置がね、分かっちゃってるんだよ。だから三振で行きたい進行になってる。 直前の7番は三振でしかないと言ってるけど、やっぱり6と7で人狼いると思ったけど、6が騎士だなら、大阪7は黒確定だが。でしょで、6が騎士だなら、7が黒確定だと思ってる、今のところね。いいで、7が2を戦っ,ったが、実際には黒だと思ってる。これはかなりライン切りね。なるといいのね。だから、2、3、7の三人狼だと思ってる、自分が。二三七の三人狼。 2番は明らかに1番の便乗で13と8を通用してきたよね。しかも自分は怪しい理由は全く言っていない。<だ>13の怪しいのはトモかとしてね。まあ、13も怪しかったよ。怪しかったけども、13っていうのはかなりのうん S 値に触れやすい置だから、特に、ねあのー、発言的に11時の例、ね、のか金行かない視点がおかしいと言いながらも13番自身も、ね、11から行こうと言ってるんでおかしいから、それを、ね、やっぱり安易に通用する1番は、1番はともかくて2番は、まあ、かなり便乗でした。だから27のティンドは堅いんじゃないかな。 まあ2かかどっっちか考ええよ9番のプレイヤーが発言します、えっとこれ結構、俺もやっぱり3番さんの狼を追っていて、1番さんはやっぱり、1番さん自身が言った通り、強人で見えるね、確かに3番さん狼だと思うとね。1番さんが強人だったときに、例の2人、塩出た段階で、例の女オが出るということが見える。うってなったときに、圧倒的に、えっと、12ってのはオオがないから、もうすぐに三進をして、えーまあ、いわゆる囲いに行くことができると。 でね、えっ、ー、と、えー、となんていこれは7番さんと3番さんは8番さんを釣り寄せしてるんだけど、確定白の4番さん、5番さんがやっぱり例の妖怪か出てる可能性あるよねって言ってる発言なんで、これ確定白の4号が言ってるんだから、それだけで8を釣り寄すのはおかしくて、むしろ確定白と同じ意見を言ってるから、それは黒要素にはできないと思うから、まあ、便乗という捉え方もできるけど、8から、八がとりわけ便乗してるって感覚もないので、えー、今日ぐらい言ってもいいんですけど、自分ほぼ噛まれます。で 明日、例の決め打ちのところでみんな12を釣りそうな人が多いんだけど、そこはしっかり精査してください。まだ特段12の締めがめちゃくちゃ高いわけではないけど、3のおか目ってのかなりはあると思ってるから。だからそこは明日みんなしっかり審議してください。えー、で、自分は7、8でいったら7の,あの8番さんに意見がかなり近い。えー、ただまあ、 えー、8番さんも言った通り、村の大多数はちょっと違う意見なんだけど、自分やっぱり8番さん4番さん5番さん,うんとかなり意見が近いです。で、4番さん占なった理言ってるのは、11番、10番が4を怪しいんだから、これ、4番さん自分は白いと思ってたんで、すり位置になったらまずいなと思ったんで、で、4、5の確定白が一応、進路を追ってますよと例の、そこだけ落としておきます。なんで7行きたいかな、で、13と2も怪しんでるかな、うん、ここどっちかにいろいろいるんじゃないかな、もし3がうだったらね、以上です。 全プレイヤーの発言その疑いにはどんな根拠があるのか、ね、うーんこれはねもう10黒軸でいくと11と13白だわえっ7つられるのいやー7つりないわ 七ください。ん十三四五十二九八。十三四五十三四五。13, 4, 5, 12, 9, 俺、俺記録な、なよ。てかね、あの、まあ、霊能の出方だよね。12がまず霊能使用して、3が霊能でチャットで使用して、もし3が人狼だった場合って、12が狂人の可能性もあるわけだ。じゃあ、霊能3使用になる懸念もあるわけだよ。な,だね、なのに3って霊能使用パンと出してんだよ。で、3人狼だと思うの。俺は圧倒的に発言から見ても3の方が真にしか見えない。悪いけど。うーん だからこれでってね、あのー、例のように進路を追ってる人たちの意見が全くわからないし、ね、そこが俺人道だと思ってる。てだから4号に関しても確定しろなんだけど、なんでそこを追えないのかがわからない、俺には。うんうん、だから1番さんがすごく村に見えるし、俺多分2、8、13釣り切れば勝てると思ってるよ。うん おそらく13と2かもしくは2と8だと思う。うん。で、どっかなぁ。2番さんって明らかにおかしかったからね。11は占い値って言った根拠は何なの ?2 番さん。で、どっかなぁ。8番さんに関しても、あの手方で例の進路で追うのも全くわけわかんないし、盤面が見えてんのかなと思ってるので、28は、 人狼に気をつけてください。うーん、七つりはちょっと納得いかないな。 けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。11番のプレイヤーが発言します。なるほど。だよね。7。白か。俺は正直ね。昨日13番さんがいきなり俺を釣りをしてきたのが13番さんって昨日結構俺のこと。なんか白いって見てたのに、なんかなんでいきなりヘイト持ってきたのかなと思って怪しいなと思ったんだけど。 あの6番さんがなんか言ってた俺が9を偽追ってたっていう話は9番さんってずっとなんか58が白い五八が白いってなんか2回ぐらい言ってて9番さんって5番さん占ってるはずなのに5番さんが白いとかって言ってたからこれ潜伏いたらマジでやばいなと思って昨日潜伏いないかってあれほど確認したんだよねまあそれは言っとくわうんで今日は普通にまあ例のもう言ってもいいかなと思うんだけどね グレーだったらもう13行きたいんだけど。で、3万、え、てか12番さん目線だと、えっ、ー、と、3、まだ3ロー残ってるってことでしょってことは。12番さん目線の3ロー位置をしっかり聞きたいな。うん、うん。それがやっぱり納得できないと12番さんに行きたいかな。やっぱ3番さんの方がやっぱ芯高いよ。うん。初襲でいきなり出てくるっていうのはね、正直俺が霊能だったらそれやらないからね、絶対。 うん、でグレーなら13番さんで2番さんの昨日の俺の占い値っていうのもおかしかったねうんこれは完全におかしかっただから132が昨日なんかライン切ってるっていうふうに俺思ったんだけどなどうなんだろうまあその場合はえー、っとそうかまあちょっと話聞いて決めます12番のプレイヤーが発言します はい。7白、7白。村が1、2、3。3人か。厳しいっすね。うん。私言ってるけどな、1、3、6、6って言ってんだけどな、1日目から。うん。だって、一番3はもう3を新規めしてるんでしょうん。3の発言も聞かずに、ね、私の出方だけで。私を強人でおったのだったら私強人で置いとくのいいんだよね。置いといてくれんのって話。うん。 だから、私は一三ろうって初日から言ってんの、なぜかそれを四番さんとかね、まあ、村だからいいんだけど、なんか精査してないって言ってんだよね、うん、拾ってないの誰も、ね、私、初日から一三ろうって言ってんだけど <laughs>、まあ、村目線は分かんないけどね、私が死んで、三番さんが出てきて、三を信用期するっていう信仰を言ってるから、うんで、もう一時の分かんない、もうね正直分かんない、ライミリとかされちゃってるのかな。 一番村っぽいのは八なんだけどね、全然ラインにも悪いわ。はい、お願いします、えー。若干弁明も入るんですけど、十一番さん、ごめん、やっぱちょっと白いと思っちゃったっていうのは。確かに初日に四番さんの、えっ、ー、と、白要素を拾ってたので、十一番さんで。えー、それを思い出しました。えー、ごめんなさい。うん、まあ、わからんけど、で。 ちょっと僕があの、ちょっとぐちゃぐちゃになったのはなんか占い先とか、で、9番さんね、そうそう、58ってずっと2回言ったんですよ。まあ、そっか、まあ、5強人、本命もあるから、5の生産もしてたのかなって思って、それを見て僕も潜伏いるもんと思って、58って言ってたから、2日目に出てくるもんと思って、ちょっと考察組み立ててたら、あ、そうかと思って、ちょっとぐちゃっとなっちゃって、まあ、11番さんのその例の釣りをして、 例のに手かけたくないって、例の話するのが最後の10秒ぐらいだったんで、それがやっぱ気になったんで、とりあえず11つ、いあげとけ、みたいなね、感じであげたんですけど、確かに4番さんの資料塗拾ってのは11番さんだし、ではちょっと思いました。で、7番さんと2番さんについて、僕7番さんに言ったのは、8番さん確かになと思ったんですよ。誰に切ってんのかな7番さん、初,初週はねあの、結構黒いなと思った。なんか狼だったら、狼だったら、みたいな、そんな発言ばっかりだったんで、狼だったらこんなことしない、狼だったらこんなことしないみたいな考察ばっかりで7番さんしてたんで、 まあ結局白だったんですけど、で、7番さん、ただ7番の白のは2番さんを結構叩いてたんだよね。二2番さん黒く見てて、えー、だから7番さん白いのかなと思ったけど、8番さんがその発言あったんで、ちょっと、ああ、そうか、7人もあるのかと思って、7人、まあ、票集まりそうだったので、7人いったんですけど、1番さん、強靭あるかなってちょっと思ってきたな。うん、結構急に彼女、自分の強靭って言っちゃってるんで、で、まあ結局、まあ結論言うと2番さん行きたいですけど、まあ、から番のプレイヤーが発言します はいもう完璧に整いました完璧えまず三新軸でいくと10黒だよねえ10番さんって89に便乗して13釣り押したよね10番さん8 9に便乗して10は13釣り押してるから13白ね13白で初日の1周目11番さ1 0番さん役職ないの透かしましたね10番さんやし あの11番さん10釣り殺そうとしてます11白で8番さん昨日27のライン切りですねって言ったよね8番さん27のライン切り2番さんのオカミ見えてるの仲間なんでしょっていうことあと7番さんめちゃくちゃ白かったんだよねあの10番さん占い位置っていうけども占い噛まれるのと自分が8か13行きたいって言ったの便乗して あの同じこと言ってんだよねその2点で一番黒いの2番さんなのに8番さんライン切りを追って7に言ってるんだよねだから28人狼2810だなで強人が12であの初日の投票見てほしいみんな10番怪しいんでんのよ村,び村側の方が多いよねでその中で村側が全員10の新切りをしてる 12番さんは6投票、6棋士。この視点で12番さんのシーンを終える人がまずいないとも、あと13のラインってない。13狼だったら8に入れてる、昨日。2番さんいきます。2>, 2番のプレイヤーが発言します。うん、私に行くんですね。なあ便乗したからですかあまあ、あのね、昨日ね、私ね、11年、ね。 あの占い値って言ったけど、ね、それはねごめんね私がちょっと言い方が、ね、ミスったっていうところはあるんでもう弁明する時間なかったから言,言えなかったけど11っていうのは発言がねあのなんだっけ、えー、9の結果か結果語りに対してなんかおどおどしてる感じがあったからそれだったら12明日でいいよねって言おうとしたんだけどちょっと占いの話してたんで占い値って言っちゃいましたで っとね、13っていうのは白くなったとは思っているよ、今。今の発言で。で、12っていうのがおかしいんだよね、よ結構。だからさ、コロコロ発言がさ、変わってるっていう印象を受けないのかな、みんな。普通に俺、これさ、あのレギュレーション的にさ、もう新居で置いて、3番さん新軸でいっていいんじゃないかなとは思ってるんだよね。だからさ、でさ、正直、3番さん新でおくと、 を連れてるわけでしょだったらさここさ10に行ってもいいんじゃないかなと思うんだけどダメなんかな <laughs> 余裕あるうちに霊能審議ってつけた方がよくないと思うんだけどいい、ね、これ何俺が間違ってんのかねうんでまあ4五は除くよ普通に心霊能が白打ってるからねだからそうなったら 普通に俺さ、これ、一番さんってさ、結構怪しくなると。めちゃめちゃ一が白いんだが。一、うん、は釣りたくねえなって思ってる。俺と全く思考が同じ。<laughs> 俺が追ってるのは2、8、10だと思ってる。で、俺は、えっ、ー、と、なんだ、えー、あ、えっ、ー、と、ちゃんとわかりやすく説明させていただきますね。 今現状10人残っています。10人の時の、えっ、ー、と、縄数は4です。4名は3人外です。10で押てます。えっ、ー、と、なので、えっ、ー、と、12が強靭だと思いますので、えー、今日もグレー行ってほしいです。ただし、グレー行くのであれば、えっ、ー、と、もしミスった場合、3縄は3人外となりますので、えっ、ー、と、もうミスれない。ということは、私のシーンを決め打っていただけるのであれば、今日はグレーに行ってほしい。えー、というところですね。 えとなので、えっと、霊能をロラするタイミングは今日しかない。えー、なので、今日グレー行くのであれば、私の芯決め打ちでお願いします。うんやっぱり俺、8を釣りたいんだけど、8、うん、の色さえ見れば、12の色も分かるというふうに思ってるからね。8、10、12なのであれば、8、え、が、ー、なんだ、霊能振動なんか言わないと思ってるから。 8が黒結果出たのであれば、ほぼほぼ10人が強人となるから、えー、10にほったらかして、もう1回グレーが詰めるっていうのもありえるか。うーん8黒結果出たのであれば、釣り縄余裕があるので、もう1回グレーいけるんですよ。かなーと思ってるんだけどな、えー、と9は8を白く見てい,る、えー、いましたが、別に4、5が言っていたからといったら、8が白になるわけではないです。 のプレイヤーがま,まあ龍先生は八来てよ、あ、まあ十人言われたんだけど一三でもう一人外それってまあ八は白いって言ったからわかるけどそれしたら二か二か十三だよねなんで十二は二に触れないんだろうえ私のこれ把握漏れなのかだって十二番目三人外残ってるんでしょ死んだったらでまあ今三が死んで 1>, 1が白いって言ったのは共感はできる。グレーの精査は共感だった。8、十2、10ってことね。なんで、12は、1、3は黒いけど、あと1人人外あと1人を聞きたかったんだよね。8は白。ってことは、必然的に11、13、2になるよね。その辺の精査が欲しかったんですよ、12。これ、うん、私は正直、グレーからだったら確実に、えー、と8は若干私はまだ白置きしてるんですよ。 だから2から行ったいかな。2がほぼほぼ確定来るかなと思っている。発言的にも次の日占い来るっていう話的にもあ1、2の投票があれなんだよな。共に出始めてるんだよな。1、2どっちかは陣外だよ。やっぱり。初日の考察は合ってた。これどっちから行った方がいいんですかね。確定の5、6、3。これ例のから行くべきですか、えっと。グレーからだったら2。 あ私はね、正直3の方がやっぱ新名強いんだよな、話聞いても。でも12、12がもし新であれば3から行かないといけないかなと思っている。人間あれば。どうですかね、5、6番さん、ちょっと教えてほしいな。霊能から行くべき。今日絶対に 3! あのね、今ね、あのね、霊能に えー、霊能に、狂人か、え新、ー、霊能と狂人がいて、初日の結果が、白黒で分かれてるわけ。狼さんは今、3匹か2匹、確実にいます。確実にいる。グレーに2を、2ウルフは、3.12狂人で起きしてるんでしょだから、12はだマックス強だと思ってるから、2ウルフいるんですよ。その2人の狼が、 確実に12を釣ろうとしている。もしくは2を釣ろうとしている。うん、13か11、どうなんだこれ。え、今日に限って13と11、あんなに3を死んで決めてたら今日12釣れているんじゃ。触れないんだよね。で、かつ3番で、まあで、 今日に関しては確かにライン、整ってるラインを出してきてはいるけど。わかるよあるよその線も。明日考えるわ、それ。今日確実に安定というかね、ちょっと奇妙すぎる。明らかに。だってニュール吹いて、その二匹がおそらく、十二釣りを押してんだもん。もう狼視点、どっちが真偽ついてるからね。<や>ダメです。今日は3を決めます。絶対に3。これだけは譲れない。 今日3つ目。番うん、3にせんなら勝たせていいやろ。12の6投票。まあ5番さんが言ってることはすごい分かるよ。今日3を詰めて次の日迎えたいってことでしょう。分かるんだけど、自分は11と1を白置きしてて、なおかつ3番と視点が全く合ってるんだよ。だから自分は3が心霊能に見えてる。っていうところから12が狂人に見えてます。12の視点がおかしいと思ってるからね。 オオカミっていうのもあると思っててうんそうだな確かに3を死んでおくんであれば今日はグレー詰めなんだよで12を死んで終える人がいるんであれば今日は3詰めなんだよだどっかで決め打ちが入るんであれば今日決め打ちでいいんじゃないってところってなおかつ3っていうのは8を釣りをしてるから38の何でいいんじゃない自分は3を決め打ってるから8いきたいけどね で7八に二陣がっていうのはないと思ってて、うん、7, 7が白だったことから8が黒になると思って,て昨日あげたけど、ね、13も昨日の発言臭かったし2番もおかしいところがあった、うん、なおかつ7番からもおかしいところがあってーーー8番も納得できない部分があったからかいいかえっとただ7八っていうラインは切れてて、うん、っていうところから普通に7が白であれば8が黒なんじゃないかなっていう思考があるんだよね自分は。 ただ、十一と一は自分を白置きしてる。今日噛まれるから、これだけ言っとくけど、十一と一は釣らないでほしいから間違ってたらごめんだけど、はい、今日、三八の何でいいんじゃないんじゃ、自分を張っていきます。八番のプレイヤーが発言します。さんさ、それ、ひどい、ひどいよ。三のさ、だって、三の二世追ってんのは自分だけだよ。三八の七、確実に自分負けるんだけど、で、村ね。 だからこれ二三人道を追えない人はちょっとどうかしている。特に一番さん強人すぎるよ。一番さんっていうのは10が8九に便乗して13を釣り下したって言ってるけども、初週ね、思い出してほしいんだけど、10を怪しいんだのは、裏は10が釣り位置を上げなかったから10が怪しいっていう発言だったはずでしょなんで一番は10が13を釣り下したみたいな熱をしているのしかも、自分が2の大谷を透けているからいいなとかね。でも それってさ、自分は237って言ったよね、最初に。237人狼だと。じゃあいい狼オカミの1を言っただけで、それの人の人狼が透けちゃうんですか明らかに暴論団で1番っていうのは。だから、3番っていうのは1の狂人が透けたから、3は絶対1をついたくないと。言っているんですよ。だから、23人狼23人狼もしくは、本当に123って人牢ありあり得るよ。だから、これ、自分つったらほ,ほぼほぼ勝てないよ。 おそらく十は白だよ。3が十に黒って言ってんだよ。だからね、3のね、芯<ー>を追うのは、村負ける。間違いなく負ける。いや、これす。あ、5さんは3の人に追ってくれてるか。うん、絶対今日3。まあもちろん2で2で,でもいいよ。2、3人類と思ってるから。 まあ3入れました。その疑いに8軸か。ルーセさん救うには8軸しかねえな。俺正直三能家持ってるけどね。これゃ釣りがんぱいだけどね。3、8切れてるから。うーわ。やばいやろ、これ。 これやばいやろ。番番何この表を発表してください。おされました。えっと、皆さん、私は黒だと思っているんですかわからんな。八8黒は硬いと思っているけどね。でえっ、ー、と、えー、なんだ例のローラに入るんであれば10に切ってください、ね。必ず残りのあ<ー>。あっ <laughs> はちゃんと当ててください、ねで。えっ、ー、と、もう一個いきますね。 俺のは、12が強靭だと見ているが、12黒も十分あり得る。強靭ムーブをして、強靭で置かれて、グレーを詰めさせるという作戦もあり得ますからね。さらに言うと、俺がもし人外なのであれば、俺の仕事は十害をすることなんだなんで俺がグレーをどんどん詰めていってんのそれの俺のどこが人外要素なの 俺が人狼なのであれば、グ、え、レーコ、グレーコ、う、0人をほったらかしてグレーコ、グレーコって言ってるの。俺の仕事は、えー、となんだもし黒なのであれば、うん、1人を落として俺の囲碁結果を落とさせないっていうのは仕事なんだ。わかります例の振動なのであれば、ね。にもかかわらず俺は1人を押してないんだよ。どこがオオカミやはり8は黒いと思ってるけど。 霊能ローラーするんであれば銃に釣ってください、ね、ちゃんと。サンナは三人外です。ミスれないので銃に釣ってください、ね。ありえないと思うけどね、俺もに、えー、をーえーとなんだ決め打たないっていうのは。霊能ローラーに入ったのであれば確実に釣っ,ってください。はいね、俺は28ローラーす。絶対これを打つよな。ああ、これちょっと。銃に釣れんやろ、もう。 ました昨夜は一名の方が亡くなりました6番8番のプレイヤーが発言ましろ3しろ12マス目線の黒い字どこになるんじゃ <laughs> マジで <laughs> ってことは1 1 1 3 1 2中の,の三人路ってことか 釣りだな3、3シーンマジ <laughs> いや、追えない、いや、ちょっと待って、11、13、12。いや、もう12を釣られに来てんの。これ、12進路あるのか、これ。正直、12番さんのね、ちょっと黒い字い聞きたい。 ちょっと自分、これでね、昨日12番さん死んだと思っていたけども、3が白結果出したことによって、ちょっと12の死を追えなかったかないや。追加したいけど、できたか。ちょっと待って、発言精査か。結局のところに、あのー、なんだろうな、13番も2番も、一は強靭だと思ってたから、正直ね、3白。 これなールーシェさん決め打ちないいけないよ。自分ってあの 7, 番が7番を釣り落して、さらに3番をね、昨日、クーだと思ってり落してるから。ルーシェさんがやばいな。いやい真っ黒なんだ、これなこれは完全に考察が飛んだかな完全にミスリーズ。これは申し訳ないわ。11番のプレイヤーが発言します。うーん。 ちょっと12番さんのね、やっぱ視点がわからないんだよな。12番さん目線だと、ってことは、13、1、2、11、8の中に三人狼ってことまあだから、13、1、2、8の中に三人狼は、俺、追えないんだよな。てか、そもそも12番さん目線で言うと、えっと、3に投票してる人が、 人狼,じゃな人狼じゃないってことになるんでしょだったら俺と1番さんってことだよね。うん。俺は結構3番さんの方が真に見えたっていうかその理由がね12番さんってやたら13をすごく人狼を置いて繋げたがるんだけどでも強人1とか全く行ってないんだよね。まあ今日になって3番さん白って出してるから3番さん一応強人ってことになるんだろうけど。 強陣師とか全く行ってないからうん、俺はだから普通に12番さん偽だと思うんだけどな,な、ね、とすると三振の10黒で12番さんが強陣で残りの黒2つうんまあてかグレーだったら2番さんは昨日からも相変わらず怪しいと思ってるし あと13番さんもなんか俺が4番さん白,白要素取ったって言うけど俺別に白要素取ってないんだけどなんか俺にすり寄ってきたのかなと思ってるんだけどどうなんだろう13番さん12番のプレイヤーが発言します 3>, 3白ね3白3強人でした申し訳ない、うん えとね、7番さんの遺言になっちゃうんだけど、あれがやっぱりしっくりきましたね、私が出てすぐに出れるってったら、やっぱり強人でしたね、申し訳なかった、うん、ただ、それを3を新用きできる、まあ、多分人狼目線は12が、12、3で、新教が出てるって見えてるから、逆に言うとね、どちらを新用きしたとしても、なんていうんだろう、多分問題なかったんじゃないっていうところ。 だからどうしても私は1番3は1番怪しい12なんですよね、私の中で2陣路はね、もう1陣路は分からない、うん、これちょっとごめんなさいね、5番3に任せるしかないかなっていうのは、初週でもう私46黒くて見てたら両方ムラだったので、もう申し訳ない、本当に私、今日もう無理、本当に申し訳ない、12いろかなって思ってる、ただもう1郎がね、ちょっと分かんないです、正直、申し訳ない、2は堅いんじゃないかな。 はい、お願いします。今日は12番さん行って、僕は次2番さん行きたいなと思ってるんですけど、2番さんローテないのか、12番さん、12番さんローテないのかな。12番さんの、えっと、目線とね、僕1番さんって強靭あるのかなと思って、うん、その場その場で判断して動いてるように見えたから、でも、12番さん目線、3番強靭でしょちょっと視点がもう、12番さんの視点がもう分からないというか、合わないというか、 どこ黒いちになるんですかって、まあ、11番さん聞,聞いてたけど、確かになって思って。うーん。いやー、そう、11番さんごめん。あの、4番さんについては、もう俺さ、ふら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 して、ちょっと恥ずかしいんだけど、そう、黒要素を拾ってたんで、白要素じゃない、ね。これはメモのミスです。すいません。うんで11番さん、4番さん、黒く見てたね、最初ね。うーん。いやだから、12番さんと視点合わないと、やっぱり、 昨日ちょっとふらついたけど、やっぱり3番ん c に戻そうかなと思う。そしたら1番っというのは3番んが偽だった場合っていうのが、1番んがかなり黒くなるんで、その場合っていうのは。1番んの、の整いましたって言って,言ってましたけど、さんね。整ったのは人脳目線で整,整わしたのかなってもちょっと思ったけどね、人外目線で。でも3が白となると、ちょっと12番んと視点が合わないから、やっぱり僕は2番、上でいくなら2番んで、12番さん落とし だって10で落ちてるってことになるからうんで残りだよねあともうせえなとわからんちょっとこれ <laughs> えっと12番と2番で見てます今以上もうこれでオオカミも教授もなくなったでしょう4番さんと5番さんは俺がオオカミだったら3期目打つのはめちゃくちゃリスキーなことだからね そもそも七釣りが間違いなんだよ。七番さんって二番さんの偽要素しっかり言えてるのに釣られるっていうのは本当かわいそうだよね、あれ。うん、二番さんって十一占い位置って言って、俺が八、十三どっちか行きたいっていうのを便乗で言ってるから、その二点でもう二釣りしかなかったんだよね、あの七番さんつか釣られた時ね。で、 えっと、ね、3と8って切,るから切れてるから両方残してよかったのよ。3がオオカミなら8が白8がオオカミなら3が真だから3と8は残して2釣りだったのよね。もうこの3番さん釣られたのが一番痛い。俺は正直2番さん行きたかったんだけど3番さんを助けるために8に入れた。13番さんもここで怪しくなったんだよ3入れてるから。 だから今日2釣ってもう12は釣らないよだから8と13のバトルが始まる明日もう12は置物ねこれ置物12番さん置物今日2番さん釣りの明日8番さんと13番さんのバトルを楽しみましょう 2>, 2番のプレイヤーが発言します はいお疲れ様です。えー、っと1番さんに聞きたいんだけど1番さんの黒1ってあとどこ ?1 番さんっていうのは3を死んでおくってことそしたら。そしたらさ、たくまさん目線っていうのは例えば28が終えるっていう話もあってもいいんじゃないのって思うんだけどだって俺と8番さんって結構みんなからさ黒い黒いって言われているんだよ。 だったらさ一番さん目線ってさ、28郎っていう目線はあるんじゃないのかな,ないそれとも一番さんは12の神っていうのを追っているから、もう一人がいるっていう風に数、数回一、十三って言ってるのかななんか一番さんの目線が合わないな。まあ、この時点でね、今日はちょっと合わないな。で、今日俺釣りっていうのは飲めないと思うんだよね。うん。 普通に飲めないと思ってる。俺今ね、普通にね、3シーンだと思って、俺は8白いと思ったから、昨日12に入れた。うん。それだけの理由。まあ、これでね、黒く見るかどうかっていうのは、俺の黒竜が結構溜まっているみたいなんで、みんなからなんか反感買いそうだけど、俺も普通に今日12行きたいかな。3のシーンって高かったはずなんだよ。なんでみんな3のシーン切れたんかなと思って。 うん、まあ、3と8のラインになってたから8行った人もいるんだろうけど、俺今日12落としたいかな。さすがにね、3しろっていうことは3シーンあると思ってるから今日12落としたいかな。まあ、村ラメス飲めるか。のプレイヤーが発言します。はい、えっと、2番さん言ってましたよ。1番さんは、えー、今日2番さん次をして8、13のラインにするっていう話をしてましたけど、聞き漏らしですかね。 一番さんの視点が分からないっていうのは。十二番さんに何度も言いたいんだけど、一二が黒っていうのは分かるんだけど、十一と十三の精査が何もないのは何それは十二番さん、私、ワンちゃん、十二番さんはオオカミもあると思うよ。強靭じゃなくて、あえて触れてないの、それ、十一と十三に。もう分かんない。だってもうこれ、白なんでしょ。もう十二の盤面三人が生きてるんでしょ。 12番さん強人だったら、あれで PP 盤面で。4人が生きてなるんだから。<laughs> いや<ー>、だから私は12番う思ってるぎいや3が死んだと思ってる。でも3をいった理由は、まあ、5番さんも言ってたけど、10で黒が落ちてるから、まあ、3番さんは死んだったら大変申し訳ないと思ったけど、3番さんからいったっていう形。元に2番さんとか。 いけばよかったな、まあ、8番3番、まあ、2週目3週目聞いて、まあ、今,今週も聞いて、まあ、1、2、に乗りつけてるっていう感じは確かに3番さんから見て黒いなとは思ったけど、まあ、11は白大きいいかなと個人的に思ってる私のこと殴ってきたけどね、えー、と普通に狼オ探そうという逆に意欲なんじゃないかなというふうに思っているそう考えるとやっぱり、うん、13 一の共面もあるのかな五番さんどうします一応十二から行こうと思ってます。五番のプレイヤーが発言します。12から行った場合ってもう、えー、12が真の場合は終わりなんだけど。<laughs> <laughs> おしまいです。<laughs> <laughs> じゃあ 12! <laughs> <laughs> 十二巨人だろマックス強だろさすがにあんなに生存力ない狼いないでしょ <laughs> だからいや割れた狼だったら怖いけどマックス強とおこうもう、うん、で、そう考えた時に一と十一は結構白くなると思う。霊能が神教で出た,出た場合はさすがに十一はねさすがに例からヘイト買うなんて言ってたけど 初週の発言でね。あれは視点付けじゃなくて、なんかよくわかんない発言だったとしよう、もう。今日はチー実ロさすがに。2番の昨日の12投票は下せない、さすがに。なんなら28ローローすら見えてくる。28ローロー。えー、28ローローで。12がシン。3が今日。 でかつ二八ローローみたいな。これ実動もできないから十二残していいのよ。さすがに十二投票ないよ、昨日。もうそれをやった時点でアウトかな。<laughs> うん。ごめんなさい。二いきます。全プレイヤーの発言が終了しました。その,の,の,のやっと整ったかしかしま。 まあ八に入れれなかったんだろうね。多分二八だと思う。十三番。ああ八だこれ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは二番二番の遺言を発表してください。はい。いやまあ特に言うこともないかな。さすがに。俺は三八は白く見えたから。 あの時は俺はどっちにも行かなかったって言ったわけ終盤になって投票値が一人だけ違うから人狼って言うだ。それは暴論すぎるだろう、さすがに。ああ、4ゴ万さん、5番さん、それはねえわ。それでアウトとか、どんだけやねんっていう話でしょ。まあ、俺も12ニーにしてだと思うよ、これ。さすがに無理があるでしょ。まあ、あと頑張ってください。夜が更けましたうーんこれ、13番さんが白くなればな。 かまれてうーんこれもう6番さんも大群ドアングッチャを狙ったかったな千代とハのバトル夜が明けました昨夜は1名の方が亡くなりました8番のプレイヤーが発言します うん、これはなると投票結果から自分は黒濃厚だねこれね。<laughs> うんまあこれはどうしても弁明もしょうがないかな。<laughs> えただ一番さんの気になったのがどうしてもなんか自分だけがね高みに上って要するに自分だけが、えー、外から見るような視点が出てるんで正直一番最後は狼に見えちゃったけどな。だから結局12でライン切りして最終日はね残って。 かつ先方なんじゃないの ?3 の C にすり寄って。うん、今のところ、あそうね、昨日、鈍ってしまったから3がね白、白結果だったからことから、結局のとこ3進、進12、強陣で、1、2、人狼、10、人狼と。とりあえず、ここまでかな。今日はだ多分自分で知られるね。ただ、一番三さ,さ、2、8、十0って言ったよね。 明日じゃあ、自分、ちょっと終わらなかったら使い。のプレイあー、8番さん、今の発言気になるな。え、昨日、12番さんに投票してたのって28なんだけど、え、で、自分が釣られるの黒いの濃厚っていうことは、12番さんが死んで2番さんが黒っていうふうに思ってるってこと うん。俺、普通に12番さん別に死んだとは思わないんだけどな、別にはっきり言って悪いけど。うん。ただ、今の8番さんの発言はなんかすごい臭かったな。うん。で、えっと、13番さんは、あのー、なんだっけ そそうそう昨日なんか3に入れたのに次12が偽って昨日偽にやっぱり変えたとかって言ってたんだけどあれのなんか変えた理由がちょっと知りたいんだけどなんで変えたのかなっていうところ、うん、でねあの1番さんは一応白いと思ってるんだけど1番さんの12が置物って言ったのがすごい気になって1番さんって昨日3番さんはあれだけ死んで見てたのに なんで12番さんを今度残すっていう方針に変えたのかっていうのを聞きたいな。うん今日はちょっと今8が今臭かったなちょっと。12番さんの話も聞いて決める。12番のプレイヤーが発言します はい、2位黒ね2位黒、うん、申し訳ない <laughs> やっと黒出ましたって感じでねやっぱ5番さん噛まれるよねやっぱ初日からね5番さんの目線と私だけだった一緒だ進行論的にもね4番さん頑張ってほしいんだけどね4番さん頑張ってほしいって言っておく。 ごめんなさいね。投票結果からもう8番3黒で置こうかなと思っている。もう一人の相方がね、申し訳ない、見えない。で一応私が真で、私が、うん、目線で言う。えっ、ー、とね、3の狂人が10を黒って置いてる、言ってるから、3が狂人っていうのは人狼さん分かってるからね。これをちょっと考察してほしい。私を真と見た話。私目線の話ね。うん。 だから結果的に2番さんは私を釣りをして8番さんも投票してるだから8黒は堅いと思っているただね、ねごめんなさいもう1陣同が分かんない私は1だと思うんだけどねあれだけね強陣人,、まあ、人出てるって分かってても肩を一心置きできるってのは怪しいと思うはいお願いしますえー、まあどっちにしろ二郎はいるってことですよね。 いや僕がね、あの、まあ、11番さんの、まあ、どうかも知らない、わからないですけど、僕が昨日三馬さんに行ったのは、あの、拓馬さんまず白いと思ったんですけど、それって3を信用したときには、く馬さんの視点でめちゃくちゃ白くなるんですよね。ただやっぱり怖かったんですよね。うん。で、5番さんの発言聞いて、まあ、確かになと思って、12番さんって、即 PP ですよっていうのは、うん、まあ、人の発言で変えちゃってるんだけど、確かにそうだなと思って、3に行きました。うん。 そう、だから3を死んでおけば、1番3めちゃくちゃ白いし、うん、でも僕目線、まあ8番3っていうのは、やっぱりあの、えー、1日目、1日目にまず僕がスムラス化したっていうことを、一番最初に言った人っていうところ、僕に釣り位置をえ持ってきた、まあ張本人というかね、8番3から持ってきたっていう話。で、プラス、えー、2日目だったか3日目だったか、あの7と2、七と二がライン切りて、 言って、なあに釣り先持っていったよ八、ね、番さんって。今思えばそこに乗っちゃった自分が、まあ、馬鹿だったんだけど、その辺一番さんでけちゃんと指摘できてて、二番に行きたいって言ってるんだよね。うん。だからやっぱ八で一郎は落ちると、僕は思ってるんで、今日八行きたい。終わらなかったら、うん。でもそしたら狂人どこってなるもんな、十二、 強陣はもういいかな。強陣探さなくていいかな。このように読んで。まあ今日は8に行きたい。そういう理由からも。はい。8いきます。番のプレイヤーが発言しますはい。えっと、俺目線は3が死んでも、12が死んでも、8、13釣り切れば勝ちなのね。まあけど、三んだろうね。俺がオオカミだったら三振決め打ちはめちゃくちゃ首絞めてるからね。 だから、うんとね、8番さんが、えっ、ー、とね、7人でライン切りしてるって言ってんのよ。その時点でも28すごく追ってて、それなら7番さんって2番さんの偽要素しっかり言ってるから、8番さんって7人精査したら2行ってもいいと思ったのね。で、やっぱ10番さん黒軸で行くと、 えーと 10, 10番さんって最後に初日の1周目13番さん釣りをしてるのよ89に便乗してだから10がオオカミなら13白11は初日の1周目10番さん役ないのすかしましたねって釣りをしてるから11は白置きうーんだからもう11は白置かないと勝てないよまあ3番さん決めよって たら一番良かったけどね、楽勝だったけど、まあ、8番さん行って終わんなかったらもう12が今日だから多分負けだろうね。これ4番さん残されて PP だろうね。8番さん行きます。4番のプレイヤーが発言します、はい、もう投票先から見ても8番さんかなと思ってるんで、もう今日は8番さん行きますね。8番さん行って終わんなかったら 12目線 PP になるの。8番さんが黒の可能性は、3番さんが死んであっても追ってたっていうところ。2が黒出た。いまだに12は128で追ってんのかな。ともう11は白置きですよ。だからまあ今1番さんが言った通り13。 1>, 1が黒だった場合に1日目は13釣らない、えっと、2日目から13は釣り位置に上がってきたっていう感じの動きをしたんだよねで8がまあ13を釣り押してきたっていう話は確かに13ばあさんからもあったすごい釣り押されてんだよね確かに1と8が人外であれば13は白くなるかなという印象は感じているそしてもし8を釣って終わらなかったとしたら そしたら1になんのかな ?13 になんのかなまあ ?12 は強人であっても黒を釣るゲーム、真であっても黒を釣るゲームなので、まあね、私が残されてるのは私が一番沼ってるから残されてるんだと思うけど、えっと、10と2で黒が出てると。ずっと白かったんだけどな、八番さん。私、最初週から 2は黒いって言ってたしな、10も黒いって言ってたし、結果的に10と2が黒でしょう。うん、8いきますね。8で終わらなかったらすいません、村。うん、13番さんがね、まあ3投票の理由しっかり言ってるから、多分これで終わると思う。 まあこれで終わらなくてもそうやったらもう12死んで13のえ終わんねえのこれ12強靭使用しねえやん これ十二シンなのあー申し訳ないバッテリーが切れてしまってちょっと急いで充電してるとこですえーこれ12シンなのうんまあ、終わらないんだよえー、どうなのかなこれ12の狼ってあるのあー 十二は新居を置いてしまったが、うーん、うん、これは村の殴り合いか、もしくは十二には狂人だったら負けか。うん、これは申し訳ないね。うーん、似合っちゃったら来日日を引き受けました。え、これ、何

えー、ってことはこれあれだね3進でおいても12進でおいてもこれ2八はもう硬いねこれ2八黒は。うんだったら1番3は白くなるかなやっぱり。 なんか最初に28のなんかライン切りのことをなんか一番先最初に指摘してたからね。うーん。ってなると12がローで出てるか13かっていう話になるんだけど。はどうだろうな、これ。 今13にちょっと傾いてるかなやっぱりうんちょっと発言聞いてきます多分1番さんはもう釣らない俺は28はやっぱり言い当てたのは人狼じゃできないと思う12番のプレイヤーが発言します はい、えー、と皆さん、私を何で見るんですかね、この盤面で、うん、ずっと強靭、強靭って言ってましたけれども、私、強靭だったら終わってますけどねってところで、えー、と私ね、強靭って言えないの、なぜなら、3が強靭で10にクロって出してる時点で、人狼さんにはもう1がね、あ3が強靭って分かってるから、私が真って分かってるのよ、だから私は真なの、人狼目線、私は真なの、うん、私が強靭なら終わってるでしょ、11番さん、分かる 私が死んだから28黒確定なのっていう話まで11番さんにはしてほしかった。私の人狼追ってんのっていう話ね。うん、だから私つって終わんのって話。<laughs> 私、死んですよ。えーうん、私をロードを追う人がいいのかな ?1 番さんどう言いますずっと私、強人強人って言ってましたけど。うん、私をロードを追くんですか以上。 はい、うわー。うーん、3教授、で,で11番さんの今の発言で、3が死んでも12が死んでも28はローっていうのは、明らかにおかしいよね。3が死んだったら10でロー落ちてるんだから、もう終わってるはずですよね、11番。あでも11番さんの黒要素って言ってな、拾えてないんだよな。うーん、で、教授落ちてるって話ですよね、そしたら。 12番さん、強人じゃない、うん。そうなると、たくまさんもなぁ。うん。いや、でもやっぱり、ここに来て、で、俺、釣りをしてくるんですよ ?11 番さんって。うん。いや、もう本当ダメだ、もうこれ。ちょっと待って。でもやっぱり11番さんの今の発言が俺は気になったんだけどね。視点がおかしいんじゃないって思ったんだけど。12番さん見て、さが強人でしょとなると、いや、でも、 一番さ、ん、あれ、人狼の動きじゃないと思うんだけどな一番さ。ん。あって、強靭だと思ってたし。うん、十二、あと十二か、十二がラストウルフとなると十と、まあ2と8、二と八。どっちかで、まあ、二で落ちたんじゃないかな。まあ8、八、八がでもやっぱり七二でしょで、七釣りをしてきてるでしょあいやーもう、 どうしたらいいんですか、これ。十一。あごめんなさい、ちょっと最後まで悩ましてください。申し訳ない。一番。のプレイヤーが発言します。うん、いや、これちょっと迷ってきたのよ。結局十白でしょ、これ。十二が死んでいくなら十白だからね。多分俺の考察が逆になるのよ。十一が十釣り寄してるから、十一の黒要素もあんのよ。 で10が白だから10が釣りをしてる13の黒もあんのよ。うーんけどねそうなると10が白ってことは狼目線3が強靭透けてんのよ。だから3 6 1って、まあ、とりあえず2狼オ確定だよね。28。 11が8いってんだよなあ,あ,あやっぱ13があれか仲間かわって3いったんから強人切ったんかなあ,あ,あ2813かなあやっぱとりあえず3強か。 うーんやっぱ3と8のランがキーポイントだったなあれうーん多分ね2がオオカミで8が仲間だから2いけてないのよねで13と8仲間だから強靭切ったんだね俺13入れるわあちょっと怖いな変えようかもう変えようか あーちょっとわからんくなった。ああ、なってくれ。追放されるプレイヤー,はゲームはああ、よかった。うわあ<ー>、いい <laughs> かよ。おお<ー>。<っ>なんでなってくれ。 ナイスですこれールーシェさん芯取りすぎやろあれ強靭やばなんで俺めっちゃ仕事したんですか<っ>人道殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね